はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画372回目は2021年発売バイスクルウェポンズガフドプレイングカード2021年版になります。2015年に発売してすぐに売り切れてそのまま消えていたんですが、今年再発売したみたいです。中身の方もパワーアップしていて、こちらの方通常のプレイングカードではなくてマーフィーズマジックから発売の、マジック道具になります。ガフ集、いわゆるトリックカード集ですね。で、マジシャンエリック・ドスプロデュースになっています。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルウェポンズガフドプレイングカード、横面がバイスクルウェポンズ、反対側も同じで上面も同じでクロージャーシールなしで、バック面はかなりシンプルですね。シャーピン・ヨア・ブレード、刃を研ぐと書いてあります。下面はマーフィーズマジックのロゴマークと 2021USPCC-R ランガー KY 製です。それでは開封したいと思います。クロージャーシールがないのでそのまま開けます、はい、特に表記もシンプルですね。こちらがバック面で中身真っ白、こちらの方56枚すべてがトリックカードになっています。青裏もあれば赤裏もあっていろいろ混じっていますね。おおよそ両面トリックカードのもの、半分が青で半分がだいたい赤という感じですね。ライダーバッグがベースになっているみたいです。とりあえず中身を見ていきましょう。よくあるやつですね。これ初期の頃のブラックタイガーとかにもついてましたよね、はい、場所が移動するやつちょっと違うかな。斜めっていうのがちょっとポイントですね。集まっていくというまあよくあるやつですね。あとブレるっていうのもおまけでついたやつありましたね。で指紋がつくっていうのもこれもブラックタイガーのガフデック集にありましたね。で真ん中がなくなってるハートの3、クラブのキングなんですがハートが刺さっているって感じですね。こっちどっちが上なのかな、もしかしたらこっちかな。ブランクフェイスですね。通常のハートのジャックが見えているスペードの3、赤裏ですね。このなんか落ちてガラガラガラって場所が落ちてくるハートの銃もどっかになんか別のやつでもありましたね、クォーターダラーが表示されているハートのキング、破ったカードを持っているハートのキングで、枠だけになっているスペードのクイーン でそのスペードのクイーンが半分映っているハートのキングで、ぐるーんと回転がかかったようにブラーがかかっているやつですね。でよく見るとクラブの銃がうっすらと映っているカード、これよくあるやつですね。ダイヤとハートになっているやつ。ハートのクイーン、これはこれもよくありますよね。複数のカードが印刷されている、拾れたように見えるトリッカーですね。で半分がハートの7になっているスペードの10、ベースはクラブのエースでスペードの4とハートの2が映ってるのね。あれこれ、あそうか、このスペードの移動するやつのハート版ですね。回転がかかっているブラーのクラブの8、スペードのクイーンが一部映っているダイヤのエース、この辺からもう青裏になってますね。で青裏の普通のブランクフェイス、ダイヤが落ちているカード、こちらさっきのは赤裏だったみたいですね。青裏バージョンで、さっきのクラブの銃がうっすら見えているやつのダイヤのキングバージョン、50ユーロコインを持っているハートのキングで、さっきのやつの青バージョンだとか
ハート2のちぎれた一部を持っているハートのキングで、さっきのクイーンのこれ変顔してるバージョン、これもしかしておならとかですかね。でぐるんって回っているやつの青バージョンで、真ん中がなくなっている青バージョンで、ハートを刺している青バージョンで、のクイーンがいなくなっているやつの青バージョンだったね。でこれはカード当てに使うやつですね。で指紋のやつの青バージョン、あれ増えていってる。これまたさらに使えるってことかな。増えていって、こっちのやつもさらに指紋になると。で複数のカードになるカードの青バージョンで、クラブの6が一部表示されているダイヤの10で、いろいろ混ざっている。これはベースがまたクラブのエースで、ハートの2とスペードが表示されている。さっきの赤は裏だったかな、青バージョンだったかな。ん？裏がすごく気になるけど、バック面がライダーバックじゃないタイプ、何かに多分使うと思います。クォーターダラを持っているハートのキングで、ユーロを持っているハートのキング、こちら赤裏になってますね。で一部がダイヤバックではないタイプになっている。表面は普通のダイヤの9とハートの7ですね。ダブルバックの赤と青です。じゃあダブルバックね、一応外してあんまり意味ないかもしれないですけど、厚み2019年のスタンダード54枚と2019年のスタンダードと同じ厚みです。スペインの方は高品質、弾力の方は普通ですね。反りの方は結構少なめかもしれないけど、パッて取れるぐらいではあります、はい。じゃあファルを一応入れてみます。はい、取りにくいですね。じゃあフェース側から、はい、こちら側からスーッと入っていくのでモダンカットになっています。はい、というわけで一応いくつか、実演してみたいと思うので一旦練習したいと思います。まずは PV でも紹介されているやつですね。ハートのキングとスペードのクイーンを使います。このカードを向かい合わせにしてこうやるとスペードのクイーンが映ってくるというマジックになります。こんな感じでね、飛び移るっていうのは今までもあったような感じはしますが、ここまでねこうインパクトが強いやつはなかった気がします。でこれをそのまま使うのではなく、もう一回分離するところまで解説されています。例えばこんな感じで、まあ何か選んでもらうとして、で何がいいですかっていうのを中に入れて、じゃあこのカードを使いますねっていう感じで、実際のところは、相手に静かに見てもらいますけど、今回は見ちゃいますけど、このカードです。あ、で、スペードの3のカードをまあ持っといてもらってライターを使います。こんな感じで、まあ、どんなライターでもいいんですけど、カードが燃えない程度の火を出して炙って、あなたの選んだカードはこんな感じで浮かび上がりましたみたいな使い方をするマジックみたいです。よくあるピップスの移動というマジックなんですが、解説されてたやり方はこんな感じのやり方で、
移動させるというものだったんですが、これはちょっとねかなり簡単にしているので、ちょっとアレンジを加えたいと思います。ビップスの移動をこんな感じにして、こんな感じに移動させて、最後こんな感じで移動した後に、最後リセットして折ると綺麗な感じですね。3枚のカードを使うマジックです。まずは一番上がクラブのエース、一応混ぜておいて、次に一番上がハート2ですね。で、ちょっと混ぜようかな。一番上が、次はスペードの4のカード、でこの3枚を使います。まずはこんな感じで持ってて、こうやると1枚のカードに合体してしまうというマジックです。バイスクルウェポンズガフードプレイングカードを開封しました。こんな感じで他にもねかなりたくさんマジックが実演できるので、今までのガフの中ではかなり最強のクラスだと思います。ただねこれも日本では売り切れてしまっているので、海外のサイトで買える方は探せば見つかるとは思うんですが、ちょっとね入手困難になってしまっています。それではジャンル分けします。2019年のスタンダードと同じ厚みなので普通の厚みですね。まあ普通にモダンカットですけど高品質です。マンフィースマジックとエリック・ロスのメーカーコラボ、マジックガフドデックの、まあ、トリックデックのコンセプトアートデザインですね。で入手困難なのでレアデックコレクションになると思います。バイスクルウェポンズガフドプレイングカードでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。